はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。6時を回りました。安倍元首相が亡くなられまして、心よりご冥福をお祈り申し上げます。残念でした。私はなんとかいけるんちゃうんかなと思ったんですけどね。どうやら昭恵夫人のご到着を待って、ですね、どう言いましょうかね、生命維持装置を外したのかなというふうに勝手に想像はしてますけど、まあいずれにしろお亡くなりになったというのは厳然な事実でございまして、いや大変残念でしたね。67歳、まだまだ先のある方だと思いましたけどね。あれです、もう もう一回ね総理になるっていうことはほぼなかったと思うんですけども、でもまだこう影響力を発揮してですね、日本の政界にはですね存在感をずっと示し続ける方かなというふうに思います。さて、現実のお話をいたしましょう。安倍さんがお亡くなりになって、とりあえずはですね、この葬儀というものをどうするかということですね。今葬式なんてのはこうほとんどなくなりましたね。もう私も、親族の葬儀をですね、7年ぐらい前ですか、6年前やったかな、もう忘れましたけど、やりまして、それ以来ですね、その後1回だけ葬儀出たかな、親戚のおばちゃんの。それ以降亡くなった人いっぱいいるんですけど、もう葬儀やってるという感じじゃないですね。もう やる方が珍しくなりました。ところが安倍さんの場合はやらんというわけにいかんでしょう。でそのこの前の前の前の総理大臣ですからね、でこれだけ世界的な有名人ですからね、日本で在位期間が一番長い総理大臣でございますから、多分国としてですね、国民葬とかいう、まあ国葬と国民葬とかいろいろあるんですけど、国民葬あたりをするんではないかなというふうに、思います。またそうせざるを得ない、家族葬で済ますっていうわけにもいかんでしょう。でただほいでお別れの会だけやるというわけにもいかんでしょうから、それなりのお葬式をですね、まあコロナも落ち着きつつありますからね、やるのではないかなと。大々的にやるのか大々的にやらないのか、コロナを名目にやらないのか。例えばですね、エリザベス女王の旦那さんがですね、エジンバラ公なんとかとおっしゃいましたね、あの男前のおじいちゃんが亡くなった時はコロナの真っ最中だったんですね。だから葬儀しませんでした。家族だけでしめやかにということになりました。今回もそれにするのかなと思いますけども、でも仮にですね、国民葬とかにして外国からのですね、この弔問も受け付けるということになりますと、久しぶりのですね、弔問外交ということになります。日本の場合ですね、昭和天皇が亡くなった時がですね、最後大舞台でしたね、弔問外交の。あと平成天皇がご即位になった時にはまだそのあれですな、平成天皇って言わない、平成天皇って言わないですね、平成天皇はそうですね、上皇陛下がご即位になった時、もう外交の舞台でございます。で、金城陛下のご即位の時もですね、外交の舞台ではございますね。あの時そうですね。で今回どうするんでしょうね。コロナを理由に地味にやるのか、それか外国から受け付けるのか、弔問を受け付けるのであればね、例えばね、トランプなんか来そうな、いかにも来そうでしょう。彼自分の選挙のためにも来ると思うんですよ。俺の我が友心臓ってやってきて、それでアメリカのテレビに映る回数が増えますからね。それでなんでトランプなんか来ると思うんですね。で、メルケル、ドイツの首相であったメルケルさんもですね、新藤さんと安倍さんとはもう会った回数が20回は下らんでしょう。だから来る可能性ありますね。で問題はいろいろございましてですね、もしこうそういう賓客を、外国からの賓客を受け付け、弔問客を受け付けるということになればですね、来るか来えへんのかというところでですね、まずお隣さん
ユン・ソンニョルさん、まあ、一回も安倍さんとは会っていないはずなんですけど、まあ、お隣ということでですね、いらっしゃる可能性はあって、それを理由にですね、首脳会談やれと。岸田はそれどころちゃうと思うんですけど、そんな偉い人いっぱい来たらでもまあお隣も、ね、あの身勝手ですからね、やれと言うかも分かりませんね。当然要求してくるでしょう。行ったの境になって、やれと、首脳会談せえと言ってくるのが分かるんです。アメリカはこういった場合、大体副大統領か、副大統領ハズバンドですね、今は、セカンドジェントルマンっていうんですか、最近、ハマーカリスの旦那が、あれですね、カマーハリスか、カマーハリスの旦那が来るということになると、あるいは副大統領自身が来るかも分かりませんね。ただ、付き合いはなかったはずなんですね。バイデンさんと安倍さんはオバマ時代ですね、まあ、何度か会った中だと思いますけど、まあ、バイデンさん自らは来ないと思いますけど、で最大の問題はプーチンが行きたいって、行くにゃって言うたらどうするんやということですね。これは高度な政治判断が、ね、求められますね。普通ならね、断るんですよ。お前らはまあ戦争中やろうって、悪いことしたやろうって、など言う、あかんとかって言うんですけど、安倍さんとプーチンさんは、要は、表面的にはですね、ある程度の友情があったと、そんな僕は全然ないと思いますよ。安倍さんがうまいこと言われただけやと思うんですけど。でも一応ですね、仲が良かったというふうにはなってるんですよね、オフィシャルに。オフィシャルになってるんですよ。でプーチンはプーチンで、そういうところに出てってですね、その健在ぶりを見せるのと、自分たちの主張をちょっとでもですね、西側に伝えたいというこの場があってですね、行かせろって、行くとかっていうかも分かりません。まあ彼ね、健康的に問題があるそうなんで、いやそんな関係ないわって、来ないかもしれませんよ。それは分かりませんよ。でも仮にね、行きたいって言うたらね、岸さんがそれを断るのかということですね。断るとね、角が立つし、それは本来も現役のね、総理ではないわけです。一議員なわけですよ。で過去に総理であって、プーチンさんと、まあ、一応表面的には仲良くしたと、友情のために私は心臓の葬式に行きたいんやって、プーチンがそう言った時に、人道上の理由からですね、断るというわけにいかへんやんということになりやせんかなと思いますね。そういうことになったんで、そうなるとですね、プーチンさんやってきて、そんなただで帰るわけないですからね。そんな会いたいやつ、例えばトランプと会うとかね、アメリカ政府代表と会わないと思うんですけど、多分もうトランプと会うとかね、メルケルと会うとかね、そこでね、だったらね、彼らは同窓会みたいなもんですからね、そのいや、そこでね、そうですよ、弔問外交がですね、しめやかに行われるという可能性はですね、十分にありますね。まあ、まずもってですね、国として、国家として安倍さんの葬儀を営むのか営まないのかと、まずそこが第1点ですね、問題点。第2点は、それに外国からの弔問を受け付けるのか受け付けないのかということですね。まあ、日本は観光客を受け付けますというふうにしてしまいました。観光客を受け付けるのに弔問客は受け付けへんのかということになりますね。だから国として葬儀をやるということになれば、弔問客を断るということはできないんちゃうかなと思うんですね。でさっき言ったように、プーチンさんが俺は行くんやっていう、心臓とは友達やったんやって言うたらですね、どうすんやろうというところは、ああ、おもろうと思って。でも面白かったらありませんね。一人の偉大な政治家が亡くなったわけですから。しかし、今後ですね、現実的に考えますと、このですね、岸さんの政府がですね、安倍さんの葬儀をですね、国民のものにするのかですね、もう適当に、しめやかに、内々にやってしまうのか。いや普通は内々にはできないですけどね、あれだけの、過去最長在位期間の総理大臣が亡くなったわけですから。でしかも世界に知己がいっぱいいるわけですね。もうプーチンもトランプもですね、バイデンだってそうでしょうし、ね、ここで、本来であればですね、しめやかな、しかし非常に重要なですね、弔問外交が行われるわけです。
さあどういう展開になるんでしょう。選挙どころではなくなりましたね。立候補者たちはですね、なんか選挙選挙やってやるかもしれませんが、明日はもうあれでしょう、もう半期にしてですね、皆さん しめやかにおとなしくしてるんですかね、自民党の候補者も喪に服すということで、まあよう分かりませんけど、言うてもしゃあないですね。私の注目はですね、弔問外交になるのかどうかというところを注目したいと思います。まあしかし安倍さんのご冥福をお祈りしたいなとも思います。はい、どうもありがとうございました。